のセナンビスのジュエです。本日はですね、あるウィナーズメンバーのうちに来てるんですけども、ちょっとご実家ということでご家族もいらっしゃるので、ちょっとまあ小さな声で今日はやってまいりたいと思います。今回のゲストはこの方でございます。どうもお世話になっておりますトマスです。いや登場の癖すごない。え、何この部屋。お邪魔します。はい、ようこそおいでくださいました。いやいやいや、ちょっとアダスさん、はい、何してんすか。あ、今遊戯王のデッキつけてました。癖強いわ、ちょっと。デュエリストなんだもん。デュエリストなんや。うん、やっぱりそうなんや。ちょっと、いや、もうね、はい、まあ、いろんな人の家見てきたけど、はい、ちょっと、過去一でツッコミどころ多いわ。マジで。変わんないでしょ、その歴代の人と比べても。いや、おかしいねんて。何ですか、例えば。処刑台あるやん。おい。やっぱ、処刑台に見えます、これ。これ首切り落とすやつやろ。エルヴィン団長が処刑されるところのやつやろ。僕も分かんないまま自分の部屋に置いて。何それ。そう、アースのね、家僕もちょっと初めましてで来させてもらったんですけど、結構ね、骨董品というか芸術系のことが多いというか、馬が多いのよね。そうなんですよ。玄関も馬多かったし、そうそう、あのひいおじいちゃんが、うん、美術の先生説で。説。あ、そう。なんかその遺品が残ってる説がありますね。ああ、そうなんや。いります？いるかい。え、ちょっと何？え、なんですか？え、何これ？あ、遊戯、そういうことか。そうそうそう。え、これ全部遊戯王？全部です。え？全部もう、炎属性、水属性、闇属性分類してて。もうすぐ取り出せるように。あ、この中でも分類されてんねや。もちろん。え、すごっ。ゴギガガガギゴやん。あ、まあでもこことかでね、結構遊んだりするんや。そうです、そうです。もう遊ぶ場所ソファー解体されてるけど大丈夫な。このゲームよね。そうです、そうです。もういろんなゲーム配信できるように XBOX も。いや、 XBOX 久しぶり見たわ俺って。そう、プレス3もあって、プレス2やし。うわ、懐かしい。1ヶ月ぐらい一緒にな。ああ、そうですね。そう、ポッキーチャンネルさんのところで、住み込みの修行じゃないけど、そうシェアハウスみたいにしてるけど、そこはやっぱ初めて聞いた。ああ、こんな感じだよね。ああ、間違いない。あ、いや、もう、はい、もう、ええわ、それで。あ、結構え、こうまいっすね。横なんですね。そう、あ、そこじゃない。あ、なんやろ、お前ディズニー行ったことあるか。ディズニーこんなやつおる。このボケちゃんと入れてくる人初めてやった。うん、ボケも何もしてないもん。ボケじゃない、ボケじゃないの。天然ミス、ミス、ミス、大失態。やばいぞこいつ。はい、ということで洗面台来たんですけど、これがね、はい、あげる。ありがとうございます。顔ちょっと濡らして、若干濡らして、しかしでもね、おお、泡だ。そう、泡の状態でね。じゃあいきますね、はい、こっちの見ていい。はい、はい、あざす。42巻、あ、ルフィが一人絶対いる。ルフィ絶対いる。ワンピースね、表紙って、まあ、ほぼもね、ルフィがいるから、はい、うん、でもあとはですね、4冊だけなルフィおらん感があってな、たまたま42巻おらんね。いねえんだ。たまたまよ。
持ってるわ。やっぱ持ってるわだっす。サンキューでーす。サンキューでーす。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ帰ります。もう終わりですか。終わり。終わり。うん、終わり。そう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 。あ、ほんなら。プレゼント。プレゼント。プレゼント。はい。これ。次のミナーズの撮影に向けてお願いします。プレゼントです。はい、プレゼント言うから、何やお前骨董品渡されるんか思ったら。あ、あります。はい。